コースグレスター、本日は、実写動画ね、今回も撮っていきたいと思います。最近ね、実写動画多いと思うんだけど、やっぱね、ゲーム動画ばっか飽きてきたっていう方もね、多いと思うんで、実写ね、ちょくちょくこういう感じでね、実写期間みたいなの設けて撮っていこうと思います。で、今回何やるかっていうと、めっちゃ単純で、今回やるの本当にもうどこでもありそうなレベルの、もうむしろないかな、今の YouTube じゃむしろないかもしれない。もうありきたりすぎてむしろないやつやるわ。ということで今回、ダンと出ました。もうすでに出てるんだけど。出ましたっていうか、すでに出てるんだけど。ねるねるねるね。もうみんな知ってるよね。このねるねるねるねっていうのは、本当に。もう上からのアングルだからすごくこうやって紹介しづらいんだけど。で、カメラの位置とかも真ん中どこら辺かわかんないんだけど。このね、ねるねるねるね、今回ね、2つ用意したんで作っていきたいと思います。マジで今回、作るだけだからね。もう、いらないことしないから。でも、するかな？一応ちょっとするけど、そのなんか、なんつうの、コーラ混ぜてみたりとか、そういうなんかいらないことはしないんで。一応ね、今回やるのが、まあ、普通にねるねるねるね作るだけでもいいんだけど、まあ、せっかく2個ね、あるんで、まあ、これ混ぜていこうかなと。思います。久々に俺ねるねるねるね買ったんだけど、パッケージ全然変わってない気がするんだけど。もうさ、なんか新しくリニューアルされたのかなって思ったんだけど、意外とそうでもないっぽいね。パッケージだけ見ると、もしかしたら作り方とか工程とか変わってるかもしんない。まあ、一応ちょっと紹介しとく。どっちが見やすい？こっちが見やすいかな。もう真ん中ちょっとわかんないからさ、もうもしね、見切れてたら申し訳ないんだけど、ここね、水だけでできる。そうだよね。昔からそうだよね。で、難しさ1なのよね。まあ、むしろこれで1じゃなかったらどうなんだっていう、ことなんだけど、難しさ1ね。逆に言うよ。難しさ5とかあんの？ぬるぬるぬるねで、難しさ5とかあんの？逆に。まあ、これな、裏にね、説明書いてあるんで、今回水にやっていきたいと思います。でね、今、水にって出たと思うんだけど、こちら。じゃん。水ももちろん用意しました、すでに。なんでね、こちらを使ってやっていきたいと思います。いきましょう。パッ。じゃあもうやっていくわ。もうね、なんかあれだったね。めちゃくちゃ前置き長かったね。もう開けるときもこうやって開けないといけないの。普通みんなこうやって開けるじゃん。ただ俺の場合はカメラアングル意識しない。うわ、すご。うわ、すご。なんか懐かしい。こんな赤い袋に入ってたっけ？青とかいろいろ工夫してあるんだね。子供が好きそうな色だわ。はい、やっていきましょう。え、待って、え、待って、ここのさ、あれ変わってない？これ水汲むとこなんだけど、これ 5cc って書いてあるんだけど、これさ、俺が買ってた時はあれなのよ、三角だったのよ。このこういう感じで、え、四角になってる。四角？四角になってるわ。じゃあ今回水になんで、今回もやっていきたいと思います。でね、トレーは1個でいいかな、とりあえず。あ、待って、表情とかも違うんだ、いろいろ。いろいろ違う要素あるね。いろいろ入れてくんな。これ1個いらないから、ちょっと入れとくわ、こんな感じ。んで、こちらも1個いらないんで、めちゃめちゃグダグダになりそうだけどね。トレー1個いらない。綺麗な方行きたいな。綺麗な方、この汚い方は除外しのして、え、ちょっと待って。何杯だっけ？これ失敗したくないな。レベル1だよ、大丈夫。レベル1だから。大丈夫。え、3杯だっけな、2杯だっけな、2杯だった気がする。なんとなく。で、1番の粉とか、ちゃんと書いてくれてるんで、そこら辺はね、袋が多いな。袋が多いな。こんなに多かったっけ、袋。ゴミの出る量が半端ないんだけど。こういう感じで書いてありますね。作り方をパッケージ見てね。パッケージ捨てちゃったもん。ごめんね。こいつ、なんて言うんだ、名前。知らないけど。ねるねでいいのかな。まずちょっと粉入れる？一番の粉。今どこで撮影してるかっていうと、デスクトップの上なのよ。デスクトップの上っていうか、パソコンのとか、いろいろね、機材が置いてある上でやってんのよ。これね、いろいろこぼしたら問題があって、そう、動画もここら辺で撮ってるから、もう全く同じとこで撮ってるから、こぼすわけにはいかないのよ。やばいの、こぼしたら。ほんとに。発狂レベルだよ、発狂レベル。まあ、しないんだけどさ、発狂なんて。うわ、すご、なんか。なんかさ、なんか大丈夫な粉これ、本当に。この粉本当に大丈夫かな、不安になるんだけど。はい、こうやってね、
こういう、あー懐かしい、このなんつーのコシコシやっていく感じがね懐かしいね。はい、これ捨てます。もうゴミの出る量が半端ない、ゴミの量い多い、ゴミの量。はい、1番の粉もう1個入れていきましょう。いや、やばいな、これ。量がえぐいぞ。大丈夫かな？これ、飛び散るんだよな。こうやってパシってやったら。だから俺めっちゃ慎重にやってる、今。大丈夫？爆発しないかな、これ。爆発とかしないかな？そこだけが心配なんだけど。あとは、粉がね、マイクの中に入ったりしたらもう本当にやばいから、慎重にやってる、今。かなり。かなり慎重にやってる。よし、来た。で、すごいな、見てこの量、この量見て、合ってるカメラアングル、もうえぐい。ああこのね、なんつうの、粉の量がえぐいのよ。大丈夫本当に。これこのスプーンちょっとやめる、このスプーンやめるか。はい、入れていきます。多分なんだけど、うわすごい色、こんな色だっけ、なんかすごい色してんな、麻薬みたいな色してる。でこれ2杯でしょ、何杯かな、この量だから4杯ぐらいでいいかな。みんな的にどう思う？ちょっと待って、これ。大丈夫か？え、これ本当に大丈夫？水入れすぎとかじゃないよね？え、これ。すごい色合いしてんだけど。もうこれいらないね。この水はもう必要なかった気がするから。とりあえずさようなら。あ、めっちゃいい匂いする。ちょっと待って。めちゃめちゃいい匂いするんだけど、これ。え、これ混ぜるんだっけ？混ぜるの？これ。やばいやばい。え、なんか、ネバネバしてる、すごく。ネバールくんみたいな。やば。え、これ一旦混ぜた方がいいよね。え、なんか変な分離してるんだけど。大丈夫これ。食える？そもそも食える商品なのかをちょっと、俺は疑ってるよ。大丈夫これ。はい。こんな感じで、とりあえず、まあ、なんか固まってる部分あるんだけど、なんか黄色とさ、青になってる部分があるんだけど、まあ、とりあえず2番の粉入れていきます。めちゃめちゃいい匂いするね。多分、この3番の粉、3番の粉っていうのが、これな、3番の粉っていうのがおそらくトッピングなんで、これは別にね、いらないと思うのよ。そう、いらないと思うから、2番の粉をちょっと今度入れていきたいと思います。これで多分ね、シュワーってなるはず。一気にでかくなるはずだから、ちょっと楽しみだね。あ、待って、大丈夫？はい、入れます。うわ、やば、なんか、シャリシャリしてる、シャリシャリ。シャリシャリ、シャリシャリ系 YouTuber。シャリシャリ切り YouTuber、昨夜です。で、こっちも入れていく。いいよね。合ってるよね。うん、これで間違ってたら俺はちょっとショックだけど。うん、レベル1すらできない男なんてどうなんですかって。あ、男って男じゃないかもしれないもんね。そうだ、俺、性別非公開なんだった。よし、オッケー。いいぞ。ピンクになってきてる。で、ここで、混ぜる。やばいやばい、重たい重たい重たい。やば、なんか水の量多くない？え、大丈夫これ本当に。やばいやばい。え？ミスった？いや、大丈夫。すごい、待って待って待って。何これ？やべえ、ちょ、え、こぼれないこれ、大丈夫？え、え、やばい。もうさ、思いっきりはみ出んのよ。うん、これもう仕方ないんだけどさ、2個入れてるから。すごい量なんだけど、これ。何これ？でも、いい感じかもしんない。ドロドロ感は。だから分量はおそらく合ってるね、これ。あ、やっぱ伸縮されていく、このねるねくんが。もういっそ入れちゃうかなって感じするけどね。やばいやばいやばい。寝れば寝るほど、あ、これそこに溜まってんな。だからめっちゃ頑張んないといけない。寝る寝る寝るでで頑張るっていう言葉が出てくるのがおかしいよね。もう何も考えずともできるような商品だからね、これ。なんか容器別のでやったらよかったね。ミスったわ、普通に。いい感じじゃないこれ。ちょっとね、画面ね、こうやってね、隠れちゃうんだけど、申し訳ないんだけど、その辺は。はい、青いのが残ってるから、まだちょっと混ぜた方がいいよね、これ。騒がしい日々に笑えない君に、思いつく限り眩しい明日を。はい、ということで、できました。完成したよ、これ。もうね、練ってる途中にだんだん膨らんできたからね、もうこっちまで行った。こっちまで。最初ここで収まってて、ちょっとはみ出るぐらいやったんだけど、もうね、ここまで来た。ということで、これをね、食べていきたいんですけれども、私、昨夜ですね、ねるねるねるね食べることができないんで、最後にね、うちの、昔に登場したお姉ちゃんがいるんで、その方にね、今回ね、食べて動画の締めにしてもらいたいなと思います。なんかね、動画のコメントにもお姉ちゃん出してほしいみたいなさ、コメントをね、いただいたのよ。
なんかさとか言ってさ、友達に話してるみたいな感じになってるけど、まあお姉ちゃんを登場させてほしいみたいなコメントもあったんで、今回、最後にお姉ちゃんに食べていきたいと思います。俺ねるねる食べたのむっちゃ久しぶりすぎてさ、これ混ぜたんやろ。うん、おっぱがでした、実験されたやつ、ぶどうとソーダ混ぜたんだろ。うん、ねるねるやしまずくはない、おいしいんやけどな、あの、あれ気持ちがこもってないな